5分。これ平の1、5分、2、5分。これいけるかね。これ行ってみましょう。看板がある言ってたけどね、あのお姉ちゃんね。神社はあんねんけどね、わからんな。この地図じゃちょっとわからんな、これ。道標があると言われたんだけどね、道標が見当たらん。これはダメですか、わかりませんわ。ブレてんのよ。すまへん、ちょっとお聞きしたいことあるんですけど、あのこの平の1号分、2号分ってどこあるんですかね。それで ここに来たね、平の1号分、2号分。これではやっぱ分かりませんな、これでは。いや、行ったら道標みんなが歩いて言わはるけど、全然あらへんねんけど。道標全部つけてあるから、すぐ分かります言うて。どこにも道標がないんでね。こんな遠かったんですか。じゃあわからないです。あの辺うろうろしてて、これ。はい。これがそうですか。大きいですね。大きいんだけどね、これ入られないかな。入れそうもないね、これ。おお、石油開いてんだけど入られへんねんな、これ。これは入れませんね。平野古墳群のこれ。これが2号やね。これ2号墳ですか。うん、はい、あ。上が 1かな。はい、あ。ね。ちょっと文字が消えてる。文字が消えてる。平野2号。2号墳石室。の上が1号墳で。上、そうやね。多分そうやね。なんかここに2つあるんですよ、どこにね。これとこれ入られへんねやわ。反対側ですか。な、回ってみます。すいませんね。これはすごい石使ってますね。深いかかってますね。はい、すいませんね、忙しいとこ。上がれます、上。そこを左入れる。はい、あ。すいません、忙しいとこ。はい、ありがとうございます。すいません。すごい文化遺産やからね、これ。向こうからね、くるっと回れるんじゃないかな、ちょっと。この地図じゃちょっとなかなか来れないわ。これは難しいわ。行けるかね。住宅地の中を歩いてるけどね。あら、住宅地や。あら、住宅地が全然わかりませんわ。はい、行かれんね。行けんのかね。いやいや、そこ行かれんね。
残念でございました。中入れないですわ。この横やけどね。ここやろうね。入れないか。どこないかね、入るとこ。いや、これは無理やわ。降りられへんの、これ。これは無理だね、油断でございますね。いや、見当たらない。残念。東南通りここみたいになってるけど、はい、帰ろう。言うたんや。住宅地に入ってもうてさっぱりわからん。ここでないな。この裏なんだけどね。これ住宅地かな、これ。これそうやけど、これね。これそうですわ。入りませんね。残念でございました。丘陵地でございますからね。ああ、夕日が。明日天気でございますね。これ言うてんだろ、これ全然わからへんの、これ。松宿神社。平野古墳群。もうね、全然字が読まれへん。7世紀。英石使ってんだけどね。これ2個、1個はもうここで見えるんやけどね。もう1個わからんだ、上。この中にもう1個あんのやろかね。いや、見当たらんね。いや、こっちもあるんだけどね、こっちも。ちょっとわからないんだね。はい、すみません。あれが二条館か。わかりませんでした。